庶民というのは自分たちの生活が苦しくなっているっていうのをどこまで実感してるんでしょうね。その実感がどうも乏しいような気がするんですよ。みんなが一緒に貧乏になってるから実感はないと思うんですけど、本当に困ってる人は言えない。例えば世田谷って全国の中では所得が高い方ですけど、14歳以下の子供にアンケート取っていて、3食食べたいのに食べれないっていう状況かっていうのに 13% の子たちがそう答えてるんですよ。基本的に恥ずかしくて言えないですよね。特に親は自分の家が困ってるっていうことを。生活保護バッシングとかがあったわけなんで、今回飲食店の給付金もそうですし、困ってる家庭向けにも支援金とかあるわけですけど、はっきり言って困ってる人たちが自力で申請できるような内容ではないので、世田谷だと半分の世帯が一人暮らしなので、多分一人で悩んでるんですよ。そういう人たちを助けるような仕組みに、特に今コロナですし一人になりがちなんで、そういう新しい社会を築いていかないとなというふうに思いますけどね。